はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングの合同会社セカンダリー代表の長内と申します。本日2019年7月18日木曜日はですね、第2回公認心理試験までなんとあと17日17日となりました。そこで、今回の動画は、セッチョ公認心理試験必勝キーワードダブル6のですね、重要キーワード17をご紹介させていただこうかと思います。ただですね、この本は章立てにも非常にこだわって作らせていただいております。なんとか心理学、なんとか心理学みたいな感じでですね、こう便宜的にブツブツって切っておりません。重要キーワードの並べ方にも非常に気を使っております。なので、順に読み進めていっていただいた方がですね、理解度が高まりやすい、理解度のチェックもしていっていただきやすい、そういう作りになっておりますので、受験は来年だよ、再来年だよっていう方はですね、またこう受験に関係なく大学院入試とかにもですね、使っていただける、そういう内容になっております。それ汎用性っていうのを、ね、重視してますからね、広範囲な領域をどうにか短く詰め込むってことに、こだわった本ですので、お時間がある方はですね、順番に前からですね、こう読んでいっていただいた方がですね、いいかなと個人的には思っております。そうですね、この本の重要キーワード17ですけれども、こちらはですね、心理療法としての精神分析とフロイト以後というタイトルでですね、まとめさせていただいております。そしてこの重要キーワードという形である程度文章で説明させていただいて、その後にですね、関連キーワードという形で今度短めで説明させていただいている、そういうセクションがあるんですけど、その関連キーワードとして夢分析におけるフロイトとユング、ユングとアドラーについて、3、フロイト以後の発展という関連キーワード、サブキーワードみたいなものをまとめさせていただいております。そしてですね、このキーワードは公認心理試験出題基準、いわゆるブループリントにおきましては、丸4番、心理学、臨床心理学の全体像に対応しているというふうに考えております。そうですね、本の紹介だけではあまり面白くないので、今回もですね、皆さんに1問、クイズを出させてください。そうですね、こういうのいこうか。ちょっと公認心理師試験向きではないのかもしれませんが、一応ね、教養としてというか、出題範囲ですからね、押さえておきたいところです。法内は、神経症的不安の原因をリビドーに求めた、丸か×かにしましょう。いかがでしょうか。はい、無料放送は、残念ですがここまで、となります。回答をご覧になりたいという方は、ニコニコ動画の弊社チャンネル、心理学をもっと身近にに会員登録を行っていただき、続きをご覧ください。こちらのチャンネルは、月額定額で、全ての動画、現在800を超えておりますが、それが全て見放題というとてもコストパフォーマンスの良い、チャンネルになっております。過去問チェックがまだだよ、でも今更過去問チェックに時間かけてもしょうがないよという方のためにですね、過去問チェックもうこれでいいじゃんというですね、本試験も追加試験もそれぞれ40分ずつ、見るだけでですね、過去問題をチェックできる、そういう、動画も、公開しておりますので、会員限定で公開しておりますので、ぜひ、チェックしていただきたいと思っております。本動画の説明欄に掲載の URL からアクセスできます。またですね、現在公認心理試験の、申しも販売中でございまして、こちらなんとですね、ウェブ申しです。ウェブで、いつでもどこでも回答できる、そのような、教材となっております。本試験と追加試験とオリジナルの154問という3セット、が組み込まれておりまして、本番さながらの時間、配分もですね、練習していただきたいと思っておりましてですね、こう2時間2時間の時間制限もある、そういう、ウェブ模試になっております。さらに間違えた問題に関してはですね、この本ダブル6を公式テキストとさせていただいておりまして、この本の重要キーワードいくつを読んで基本的な部分は押さえておきましょうねという、そういうご案内が出る、ように、そういう仕様にさせていただきました。なので、なんとですね、模試と模試で自分の実力を把握する、でまたこう学習に戻るという形でですね、理解度チェック、レベルチェックと、学習をシームレスにつなぐという、そういうことを、試みてみましたので、ぜひこちらもチェックしていただきたいです。この動画の説明欄に掲載されている第2回公認心理師試験、2019対策ページというですね、弊社ウェブページからリンクをたどってお申し込みいただけます。ぜひチェックしてみてください。